放送始まってから30秒くいで帰れたよあれは。ふざけんなよ早いよや中にも来なかったもんね中にも来なかったよさっきの信頼度とか友情ってそんなもんななんかほんとに顔だけ出してかこんにちはみたいな感じだからよお辞儀だけしてすぐ帰ね飲み会の3分あれでもさ飲み会の顔出すよねでももうちょっといるような15分ぐらいいるようなうん ちょっっとこれ悲しくなったわな<ー>まあいいんだけど忙しいんだろうから聞いてないんでしょうねねこれも、ね、<laughs> 残念ながらだからよだからよ普段こうやってさ <laughs>、うん、自分の仕事を見てもらうことって少ないじゃないですか友達とかね、うん、その機会かなと思ってちょっと張り切ったのに。<laughs> すごい損なわれたよねやる気が早かったね <laughs> 秒で帰るよ怒るよさっき今 <laughs> 普通に怒ってるよ <laughs> さというわけではいこバレンタインデーマジかってことなのかな <laughs>、うん、本日ですねハッピーバレンタインデーということでわ<ー>差し入れいただいておりますありがとうございますこちらから読めましょうかねはい、えー、オリジンはオリジンチャンプルウィキリークリパッションゴージャスゴージャス えットラーチの皆さんへラジオネームみーちゃんさんよりチョコレートいただきました、はあ、ありがとうございますこれ毎年もらってるやつだよねみーちゃんさんとなんじゃさんかな, 2>, なんか2つもらっため。うんこれはもう後からバレないようにして2つもらいますそしてみーちゃんさんからまたトマトいただきました<マ>みーちゃんさんのトマトめっちゃうまいよねねえなんかさテントウムシもいるよ 蒸しの形したチョコレートねはい、ツイキャスでコメントいただいております群馬のアニゾウさんから「こんにちは誰の話してるの?」っていうあの放送始まって30秒ぐらいで変えたってやつ私の友達です<ー>私の友達 <laughs> 中学校からの友達なんだけど、うん、結構仲いいわけよ <laughs> そ何な,な,なら月に1回ぐらい飲みに行ってるんだけど <laughs> マジでだからかなだかなだらじゃないいつでも会えるってて思われてんのかな <laughs> 別にななくてもみたいめったにないぜ私が仕事してるところ見るのはまあでもさ逆に考えたら、うん、なんかあんまり仲良くない友達が見に来てくれてずっとそこにいられても、うん、あなんか気使遣ってるのかなって思うま <laughs> まあまあ,まあね <laughs> ちょっとすごくマイナスな思考だとしてね。ねでしょうん い,ないつでも会えるってことでマジで友達に関してはさっきが仕事してるの見てほしいやつさあいつらマジ全員さっきは仕事してないと思ってるから、ね、<laughs> 全員一応でもなんかささっきの友達よくライブにも来てくれたりしてくれるよ、うん、だから友達といる時とこのさっきが仕事してる時、うん、なんか舞台にいる時、うん、なんか全然違いが分かんないああいう なんていうの担当っていうかコミ担当って感じポジションは確かに一緒かもしんない一緒かもしんないなんかスーズと喋った後に友達と飲み会とかおしゃべりしたりするとあれこれさっきスーズにも言ったことを今言ってるような気がすんなとか立ち位置が一緒というかスーズに似てる人がたくさん周りにいるなんかいるよねいっぱいいる 朝日は落ちるんですかみたいな感じで聞く人いたよねなん <laughs> だっけあのさっきの怖いね、うん、一緒に初日の出見に行こうっつったら、うん、朝日って今日しか上がらないんですかって <laughs> 初日の出初日の出今日しか上がらないんですかバカタレコンしんどくなってもう帰ったよ朝日と初日の出のなんか、うん、違うものだと思ったんじゃないああ<ー>。多分すずだったらそう思う 初日の出は違うものとしてまあ違うよ違うよでも現象は一緒さただ初めて上がるあ朝日が初日の出ってだけで「朝日って今日しか上がらないんですか?」っていう質問をされたらそれだったら毎日夜なっちゃうねってしか言えんさ確かにもうだからこんなアンポンタンが多いわけよマジでアンポンタンが多いというか天然がねああアルファベット書ける 自分のスペル言えるさっきの友達今度言わしてごらん絶対言えないと思うよ。言えないと思うし後輩に関してはえと言ってみいつったら最初「み」から言よたから。えやばいあっってみてあるよね。うしたらうたつみうみあるよね。みてうしだよね。もう助けても違うのみ。みよみ。

なんでヌーが出てくるなんでそのアフリカの大型動物がえとに入ってくるんだなってヌーだったら分かるけどウーよ漢字にしたら分かるかもええうウねえウシとらウーよどんな形耳が長いあじゃあ耳が長いウサギそう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 うウーはウサギのなんでさ漢字にしたうしとらウサギとかって言わないのリズムじゃん やばいでしょん <laughs> そんなんでわかるわけない漢字にしたらうーだもん本当にうって読むもん<う>漢字にしたらうさぎっては読まないじゃうさぎって読むのかなえ絶対さ <laughs> ネズミなんか牛うさぎって読むリズムさね牛たらうーって言いたくなる最長そうタツはタツタツうんもう普通にそのままよタツの落とし <laughs> もうなんで急に海の生物 <laughs> <laughs> こいつどんなやってレース地上のレースして4番目5番目ぐらいに入ってくれば立つのお年頃立つ竜さ竜竜立つ竜だよね竜年ってある竜って書いて立つだもんなあれなそうなのミーははい怖い怖いミーミーさっき問題に上がったミーよミーミー みミネ<ー>ウシュトラウタツミえー、っとえ、みみ<ー>モルモットもう<ミー> <laughs> <laughs> なんでこんな最近の動物ばっかりだったから <laughs> <laughs> じゃあ,あの、モルモットの M でみみたいなやばい ひもきすぎだろなんか <laughs> めっちゃ謎解きしてるみたいなよくわからんひもを解くなみ <laughs> ーよみみが大きいぞ<ゾ>うんまあ耳大きいけどディズニーランドィーミッキーマウスって何ミッキーマウスって何ネズミそうみはあじゃあごめんごめん間違ったえー、あれだ長い動物長い動物キリン ニュルニュルニュルニョロニョロしてるニョロニョロ身はミミズミミズ。ニョロニョロしてるけど、もうちょっとでかい。牙がある。毒がある。毒があるうん。ハブあっおハブ違う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 ハブハブへへハブハブは種類さ。ああ、動物の名前よ。へへ。ニョロニョロしてて、牙があって毒がある。 英語違う違う、なんでえとで英語入ってくるのへ、へ、へよ、へ。あヘへびおぉへびかそう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 いえばヘビ年ってあったそう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 かうその文字でなんかそうそう何年みたいやそう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 ね、牛そう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 そねそう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 うそうそうそう 鳥鳥あ、犬いい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 もう漢字で書いたら分かるかもインコまあそうだねえとに入ってきそうだけど鳥がいるからなんで鳥とは別にまたインコがいるの あもう結構もうああってなるよああそういえばいたなーってなるよ、えー、もうすごいなお前今のところヌーもいるしインコもいるしタツノオトシゴもいるし <laughs> ハブもいるからなお前の絵といいいい,いいか <laughs> だからタツノオトシゴでなんで学習しなかったらどんねって地上戦で <laughs> い,いいよい<ー>イイイイノノノシシ、シシシシあ、イノシシ、当たつみ当たってるとりいぬいいはねずみうしとらうさぎえーりゅうへびえまひつじさる鳥犬イノシシおいおい いいよもう二 <laughs> 匹ぐらいでいいよ以上な以上二匹はまあまあ二匹は言い過ぎだとしてあと二匹減ってもバレはしないからだからよえそれって一年中変わってるよね <laughs> そうだね十二匹だからねイノシシどしってスズ聞いたことないんだけど <laughs> いやいやあるよくさサやいるよイノシシどし待ってもしスズがあスズの年スズが生きてる間にイノシシどしってあったかな、うん <laughs> えどういうことだ <laughs> <laughs> ってどういうことすずが24年か23年かイノシシ年の人と会ったことないってこと、うん、自分がイノシシ年を過ごしたことあると思う <laughs> あーあるよ意味かるあそう周期的にあるかってことでも234はあるんじゃない2週はしてるからねあ十12年ってことか12年で1週え ってことなのかな。さきもそんなに詳しいわけじゃないからなんとも言えないけども。イノシシどしとか聞いたことないスズ。すず <laughs> いるんじゃん一応。かな。あでもあともう少し,少しでイノシシじゃん。<え>今,今が鳥だよね。今がなんかスズ鳥どしだから。今鳥か。鳥だから。鳥。えね<鳥>牛トラウータツミ。あね牛トラウータツミマスイサル鳥。そうだね。ラサライ連はイノシシどしです。えー、初。 暑かな何回目かなのかなちっちゃい時にやったかわかんないのかなかもしれないね覚えてないかもしれないねじゃあもうチョコ食べていいもんもうそうだね甘いもん食べてとりあえず落ち着かせてさっきもうトマト食べるからあトマトいいねあこれトマトって何手作りうんメんちゃんさんねすごくない自分で作ってるよね立派なトマトだよ本当にそう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 しかもさうんトマトだけじゃないんだようん インゲンも作ってるでもね、前もらったなんかオクラももらわなかったオクラももらったしかぼちゃももらったなあーもらったうんすごいうんうんうんいただきますそのままのトマトどう美味しいめっちゃ美味いうんめっちゃ美味いなうんジジうんなんかやっぱしんどいことした後の美味しいのってさらに美味しく感じるねうん最高なんか お前、えっとからんってどうすんの子供にさ聞かれたらお母さん「み」って何って「耳み,みず」って言うんかお前 <laughs> <laughs> 大喜利だったらまだしもいいよ子供にはいいよまだ早いよ子供は <laughs> うんうんあなるほどね <何>スタフさん大城さんがスーズの考える新しい十二支を決めてみてはいかがでしょうかということでお<ー>、はい、えー、っとスーズ今もう一回「うん、ね牛しとらうタツミうまひつじさるといいひああまあ言ってごらんまず「ね」「ね、うん」は「ねうしとらうさぎ」うん、えな何これえー、見てもおかんばいや。イノシシが <laughs> 牛トラウサギちなみにスーズの「ねはねずみでしたあネねずみみズ,ミミズあ、ねははんだっけお前「ねは言ってない「言ってない」「ねは言ってないミーあるあみー,ーがみーがみみずだったんだねいいこと考えたえトナカイはどうなんでだってあれクリスマスにも出るしだからトナカイ出したとしても季節感すごいさ12月だけっぽくなるさなんか え、でもいいよかわいいからもうこいつの聞きましたさっきモルモット入ってました十二品の中にモルモットどこに入れたっけお前あの「ム」って何違う何だっけ十二品に「ム」はないよで、なんでモルモット「ム」でモルモット出てみでやばいやばい怖い「ミ」でいったはず「ミ」で決めて好きなの入れてはい、ねえからねえは何がいいわけ ねえはねえから始まるものでいいってことそうそうねえ牛とらうたつみうしと猿鳥り犬いいはいいとしてですか猫猫いいんじゃない猫あの定番の猫何に対しての定番かちょっとわかんないんですけどあじゃあ漢字関係なく好きなの入れてごらんうん。牛好きな動物やっぱり猫といえば犬だから猫といえば犬なんだ猫犬猫犬ね猿はやっぱりいるわけ サルなんでだろうサルの重要性を感じてるのかちょっとよくわかんないんだよな猫、犬、猿、鳥鳥はいいね鳥年だからあこりに思ってるそうそうそう心のねうさぎうさぎねうさぎも飼ってたから全部スーズの思い出の中にあるやつが入るんだねあとトナカイねちなみにスズ十二子ってなんで並びが決まったかわかるえ、わかんないそんなのあんの うん、神様が今から神の使いを決めますそのレースをしますよーいどんってやって先についた順だわけこれ動物たちがそうなのそうそうそう位位位そうそう,そうだからネズミが一番最初に到着したっていう、えー、そうなんだそうそう,そ,うその並びだわけへえ<ー>だからお前ミミズがレースで勝つわけないさ <laughs> とか <laughs> 結構前にあるけど大丈夫とかも一応いろいろ思ってるけどま確かにあじゃあれはプードルあっじゃああれはプードルいたあれはかわいいさプードルあの、やっぱりなんかハガキでやっぱり可愛いの選んだ方がいいと思うっけえっちょよえっええとかもらった人は嬉しいからってこと飼ってる人もいるからプードル年うちのプードルですみたいな神様はハガキのことまでは考えてないと思うよ 8, はい、8番目、八、うん、ああ、<laughs> とっとう動物じゃなくなったぜ。<laughs> とっとと、動物じゃなく、ね、虫が出てきたぜ、<laughs> やべえ<ー>、8番目で八って分かりやすくない。まあ,まあ、ね、でしょ、8番目、なんだったっけ、八、うん、だ、ただ、だただ、12、死って、動物じゃないとい、まあまあまあいい、いやいや、どうぞ,どうぞ、<laughs> 虫だけどなっていうのやっぱ飛んでくるから早いけど、ちょっと、うん、なんか遅れてきたてなまあなるほどね、そういう考えがあるんだね。 うん、ああちなみに群馬のアニゾウさんそれを言ったらネズミがレースに勝つはずないよって言ってるけどあのネズミはですねずっと牛の背中に乗っててゴールテープの直前でぴょんって前に出たから1位になったらしいですよ、えー、頭いいなあずる賢いな、ね、ネズミさんはあカラスはカラス <laughs>、ね、鳥,鳥も2体目だよ犬2体いて鳥2体いるよ <laughs> <laughs> でも大丈夫よみんなそういうなんか分類では見ないさ名前で見るから <laughs> 10番目10番目おっいよいよ佳境に入ってきたぞ <laughs> すず十二個も動物知ってるかなだからよね <laughs> だって今のところ10個中うち1個は虫だしなチーターは チーターチーータ入れてもいいんだけどなんで結構最後らへんにんじゃないつ最初にすればよかったでもかっこいいさあでもトラがいるんだでもあえてのチーターああチーターが早いからねトラよりねチーターが10番目チーターの後に来たやつはチーターのあとうんうんあじゃあんかえとっぽくぬ。 さっきなんか「う」とかなんかあるさ「み」とかさっきさっき「ねうしたらヌー」って来たんすよアフリカの巨大動物が来たんすよあと一個ギリギリに入ってきた人なんかちょ最後はさっきが決めてなんかジャンル何がいいジャンルああそういうことねなんかアフリカにいそうな動物とかなんか動物園にいるとかあじゃあじゃあ 沖縄の動物ああ沖縄の動物、うん、沖縄の動物って何がいたっけいや結構いるよ <laughs> いろんなのいる沖縄にしかいない動物グルくんグル <laughs> 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 いいんじゃないグルグルくんグルくん完成完成,、えー、完成はい完成しましたやったーうもうこれにしようこれだったらすず覚えれるから、えー えー、スーツの考える新しい十二支を決めました、うん、おめでとうございます、うん、発表いたしますはい「猫犬猿鳥ウサギトナカイプードルミツバチカラスチータヌーグルくん」でございます <laughs> あいいんじゃない <laughs> グルくんはよ、うん、スタートして3分ぐらいしか持たんと思うけど <laughs> 一応よ <laughs> かわいそうだね一応はよ地上戦だからね <laughs> 地上戦だから <laughs> <laughs> コイキングみたいになってるよ一応地上でピチ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  <laughs> あーひどいひどいほんとに<え>アルファベットいけるアルファベットは普通に大丈夫 ABC でよ、うん、ABCD 本当に大丈夫だって英語得意だったから英語得意だったやつが自分のスペル間違えるから。<laughs> はい英語は本当に大丈夫 A B C D E あ書いてごらん書いてごらんじゃえ角のうん書いて時間かかるよ時間はもうたっぷりありますから時間はいいよはい A B C D E F G H H うん A B C D E F G H J I K N NMOPRSRSUSUW n XZ。ダメ。足りねえ。足りない。足りない。足りない？足りてない。足り。足り順番は置いといて。うん、足りてないまず。え、嘘。えー、結構頑張ったよ。A B C D E F G H J I K N M O P R S U W X Z。あと二三個足りんはず多分。嘘 <laughs> <ー>。あと二三個足りん。U。U。 CDABCDEFGHIJKNMLNMOPQRSTUVW <laughs> 五個足りたんあいや <laughs> でもこんなスーズをしたのは世の中が悪いんだよ,よスマホが増えたから世の中が悪いんだよ、まあ、スマホでなんでもしやっぱちょっと待って上着脱いでいい <laughs> で、きついやつ5、6個ないってあるチョコレート食べる <laughs> あの気遣いしていただけるのありがたいんだけど <laughs> お前が原因だからなマジでしんどいマジで <laughs> は<ー>あ。一旦 CM 行きましょうか <laughs> 落ち着かせよ 落ち着こうマジ5、6個足りんでやるかや <laughs> それでは一旦 CM 行きまして皆様からのメールをお待ちしております <laughs> メールアドレス、う origin at mark fm-naha.jp origin at mark fm-naha.jp のとなっております一旦 CM ですこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします <noise> いやああ叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来いよいしをいつも安くビッグワン おります。月曜日オリジンチャンプルです。はいはい生放送でやっております。<laughs> ます前半戦はスズの学力を見てみようコーナーで。<laughs> はい。十二シと、うん、あとアルファベット書いていただきましたけど。はい。すごいすごい結果になりました。ね。今から聞いた方はぜひツイキャス <laughs> あじゃねえか、ー、録画配信録画もユーストリームユーストリームもしてますんで。はい。ぜひよろしくお願いします。 はぁ、ああ、なった。ということで、さっき、え、帰ったやし、あいつらさっきの友達って言った。だからね。二人戻ってきて。お菓子買ってきてくれた。うん。ああ、そのために嬉しい。やさじょう。やさじょう、やさじょう。やさじょう。すごい、やさじょうです。やさじょう。やさじょう言っ何ですか、これ。お、読め文字が読めない。紙。え、はい。紙間 よ呼んでごらん読んで。神間チョコラ。神間ショコラ。ええ神戸ショコラですね。ええ全然違う。そしてしんどいな。ポタポタ焼き。あ美味しいやつ。美味しいやつ。定番のこれ超大好き。何？きな粉あこれうまいよね。きな粉分かってるやしねえ。トース？ありがとうございます。全部美味しいです。マミーありがとう。マミありがとうね。 <laughs> マーミー、ありがとうね。いらない石は。<laughs> そう、あのー、さっき、うん、あいつら絶対詐欺が仕事してないと思ってる、絶対話をしてて。そう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 。うん、よく当たる、ね。たちゃんと証明できて。て詐欺が仕事してるところなんて、み、見ないでしょ、普段。<laughs> な見ないっていう、見ないでしょっていうか、どうでもいいでしょ、ちょっと。<laughs> うんじゃねえ。なんか距離感が気になる <laughs>。 だから、いじめられてるよ。<laughs> に食べようじゃん。食べよう。どれがいい。うーん、これ。きなこがいいな。きなこ美味しいよね。よねポタポタ焼き、超久しぶりに食べるんだけど。ね <laughs>、えー、今日は久しぶりいっぱい、だから嬉しいな、ね。うん。あ。これ。あ。そっか、きなこ餅って。これ和三本って読むんだっけ。はあのー。 いい,いい砂糖を使っているというか、へ<ー>う体にいいみたいな。体にいいのかな、上質な砂糖じゃない？へえ<ー>、うん。はあまあ、いい匂い。嘘、袋開けた時点でいい匂いした。した <laughs>、本当にしたから。もっと包装切らんと会封しないはずよ。した <laughs> <下>。<laughs> いい匂いします。<laughs> <laughs> <え>おこれってど。

もう最近本当にひどい最近ひどいよなな、うんでか教える、うん、もうスズは考えることをやめた <laughs> <laughs> 考えてしゃべることをやめたスズ <laughs> は考えるのをやめた、うん、すごいなカーズみたいなこと言いだしてこいつ、うん、そうそうそうもうさ昔はさもうなんかあのなんかやっぱり テレビに出るから、うん、なんか言葉気をつけないととか思ってしっかりしないといけないとって思ったから、うんまあ、ミスとか、うん、天然とか少なかったけど、うん、で思ってもミスはあったわけよだやしだったら、うん、なんかもう考えないでいいなって思ったからもう考えるのをやめました <laughs> <laughs> 名言っぽく言ってるけど <laughs> たかがたかがばかが,バカが制限やめただけだよマジで。<laughs> 最近毎回さ初めて会うスタッフさんに「スーズーさんっていつもあんななんですか?」って言われるんだけど言われる今日も言われたさ今日は北谷町を取材してきたんですよ取材というか私たちが北谷町を街歩きしながらこういうところいいですよとかこういうおいしいものありますよっていうのをやったんですけどお仕事で「スーズーすごいよな仕事始まって5分ぐらいで2個ぐらいやりたからよマジで」 スタッフさんんがももう引いてたもんね、うん、顔が引きつってたあんな優しい人たちがさだからさしかもチャリ乗るチャリ,チャリンコ乗って写真一枚っていうのもあったさでなんか自転車乗り終わってから「うん、ああ終わりましたこっちの撮影終わりました」ってったら「お前誰も見てないところで自転車まま倒れてたでしょ」<laughs> だからよもう 怖い怖いってなった本当に恥ずかしかったもうめっちゃ打撲してるからね足両膝両膝じゃん自慢げに片膝だけでもハずいのお前しんどいマジでもなんでかな本当に分かる逆になんかみんながしっかりできてる人がすごいと思うああこんなと転ばないとかミスしないとかアルファベットちゃんと言えるとか十二種言えるとかがすごいってこと お前の中で得意なことを披露したらいいさズーズの中でもこれは誰にも負けないぜってところは絶対あるでしょ、えー、得意なことでも一応なんか全面的に得意だから一個だけってはない、うん、<laughs> 突出してるもんなん,なんだ。いよよく言えたなそれ <laughs> 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 十二子に縫う入ってたやつがよく言えたなマジで <laughs> <laughs> そうなのねわ<ー>かりましたそう勉強だね ほんとに嫌いだからもう,うん <coughs> もう生きていければいいかなって思っておりますーえー、っとーツイキャス結構来てますね<ー>、うん、えー、神戸のことを神魔ってて呼ぶんだっていうねえ、これ「ま」って読まないのあっ「こう」ま「べ」これ神戸って呼ぶんだけど「ま」扉マとは読まない「とう」とかかなでもね「扉」の「とう」だよね扉の「とう」 <ト>とあ、扉の党だったかなでもね、党だよねたぶん、たぶん、たぶん扉の党、待って、なんかよ、もう何が正解かわからんくなってくるわけよ <laughs> やばい、引き込まれてるマジで今、今 <laughs> でも、<laughs> マーとは呼ばないよあ、そうなのマーは違うんじゃない神戸の党とか、扉の党とかじゃないあ、そうなんだうん、わからんも、もきついもう、もあ、いい もうきついもうだっもそんな頭いい方じゃないからね <laughs> <laughs> なんで言ったって茶炭鉱出身だったんシュシュだけ <laughs> そのさらに上のチューブ農林ですから、ね、<laughs> 私は <laughs> さらに上の <laughs> バカののなもんきそうな <laughs> チューブ農林の中でもバカなクラスだったからな <laughs> <laughs> 本当に。と <laughs> に最近なんかあの、うん よく0点取ってたみたいな話になってなんかその話したらもう超なんかもうその人は言葉失ってた0点見たことないみたいなだからさっきもう高校の時から一緒さお前なんかテスト用紙持ってきてたささっきその時初めて0点のテスト用紙を見たわけでも0点はいいとしてさらに感動したのがお前全部ちゃんと書いてたさそうだわけよちゃんと書いて0点はよ ただの点よよよりきついわけねもうほんとにすずさもう時間丸々使って0点だよ50分間も必死に書いて0点だよもうさだからか無駄なだから無駄な50分間だったわけ <laughs> お前の本当にだからバカがバカが分からんけど一生懸命答え埋めようとしてるんだろうなっていうこの想像した時に涙が出そうだったわけほんとに,にだってさ周りの人は、うん、あの途中で「 寝てる人もいて大体、そうそうそういたい諦めるさ分からんものはもう書かないとか、うん、どうせ分からんからいいやってなっても寝るさ、うん、でもスーズちゃんと時間ギリギリまでちゃんと書いて零点だったんでしょ <laughs> 寝てる人よりも点数が悪い悪いっていうかもう点数がない <laughs> もうお前は悲しいお前笑っとけ毎日悲しい笑っとけいいよ笑っとくだけでいいそう笑っとくだけでいいほらあのチーャスもさアニゾーさんがもうけなげで泣けるってそうお前はんかけなげなんだよな一生懸命だからうんなるほどねスズが好かれるのはね一生懸命だからあよかった諦めないっていうのはやっぱり分からないことでもとりあえず埋めようとはするさなるほどねそうそう渋いけどね ちむいけどね。自分で言うぐらいや。いこと。うん。そう。沖縄一位、いいで零点。いい零点。ちゃんと埋めて零点だから。教科書に載せてほしいね。何この例はいい零点の例ですよって。うん。たまによ。フォローできない。本当に。でもいいいいと思うさっきとってもいいと思う伸ばしてほしいそこは。ね。 頑張るよずっとじゃあしてほしいよ本当に頭よくなってもねスーツがねんか違和感があるでしょ確かに確かにそうだねスーツが頭良くなってそっから何が生まれるのかっつったらそう何も生まれないよそうだねスーがこんなだからこの番組の20分間が埋まったからそうだよねうんうんどういう意味でしょうかうんサルも木から落ちるサルも木から落ちる ことわざですよ。有名ですよ。猿も。うん、猿も木から落ちたら。落ちたあ、待てよさ。猿も木から落ちるし。<ん>泳ぐ時もある。<laughs> <laughs> それ現状。じ <laughs> ゃ <laughs>、ことわざって、ものの例えを。だから、だから、スーツみたいな感じで、うん、なんか。木登りができなくなったら、泳ぎに回ろうみたいな。うん 泳げなくなったら歩こうみたいななるほど人間に進化していった的なあああことはそんな深い意味があったんだ人間の進化の過程をいったことそはあすごいなな何でも頑張りましょうみたいな意味あなるほどねじゃあ猿も木から落ちる猿も木から落ちて泳いで歩けるようになって人間になったんだからお前も頑張れば何でもなれるっていう意味なんだエールエールああ 言えるか言えるいいことはどれうん猫に小判猫に小判猫に小判うーん猫に小判は猫に小判ですようん。猫に小判をあげれば言うこと聞くめっちゃ逆えなんでね猫ちゃんに小判あげたら何も聞かんかったのにうんなんか餌とかよりもやっぱりなんか あの人間でもそうさなんか物よりもお金お金ってなるから猫もなんかそれを欲しがってるえ、猫が財布持って買い物に来るか猫多分価値わからんはずよほんとに全く逆の意味だね猫に価値があるもの渡しても意味ないよっていう意味だから猫に小判は猫にだから猫に小判みたいな価値あるものを渡しても 価値が分からんから意味ないよ<ー>っていうことわざ。じゃあそう言ってほしい。<laughs> だからそれがか。だからそれを例えたのがことわざっていうジャンルばよ。<laughs> そう言った方が早いさ。みんな絶対 <laughs> 猫に小判って何ってなるでしょ。だから猫に小判ってなるけど、うん、そういう意味言ったらあなるほどいい例えだなってなるさ。あ<ー>さっきの猿も木から落ちるっていうのは、うん、もう。 木登りが得意な猿でも失敗することがあるよっていうことさ、ね、得意ない人でも失敗することあるよっていうたとえさ職人でも失敗はしますよみたいないいたとえだなっていうさ、ね、そう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 。デジロンパされてるやし <laughs> ことわざをディスるなお前<ー>そういえばいいやしじゃないわ難しいね難しいよでも確かにそういった方がいい な、周りくどいこと言わないでしょはっきりと言おうものはそうだねいえい得意な人でも失敗することあるよとかそう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 価値分からんやつに価値のあるものは私も見ないよって言ったほうが確かに分かりすいそう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 案外スズが新しいジャンルのなんか教科書を作ったほうがいいかもしれんな学べることたくさんあるかもしれないだってさなんか説明書とかでさなんかホームページとかいろんなものでもなんか この時々なんか不良品がありますみたいな感じで書かれたりするさなんか完何のホームページ調べたの <laughs> だからなんかあ,のあれをなん,かあのなんか不良品もある,あることがありますみたいな感じで書かれてるさなんか書かれてない、うん、書かれてるかな書かな書れてると思うわけ、うん、そういうのをなんか猿え「猿に」「猿に」「なんだっけ<え>猿にもこわん 混ざった混ざった新しくオシエント2つ混ざったる「猿も木から落ちる」って書かれてもわからないさまあねまあ確かに完璧ではございませんって書いた方が早いさね話はまあ商品は丈夫に作られてますけども何かのきっかけで多少故障する場合をございますというそれでさわざわざさ「猿も木から落ちる」とか書かないさ今どき。 <laughs> 時代遅れだと思う。なんでそんなにことわざのこと嫌うの。わ <laughs> かりにくい。お前にことわざをディスる資格はね。<laughs> マジで。しんどいわ。しメべるいきましょうか。はい。それとさっき愛さん神奈川のノーミーハートですなり。あどうも。まずはお二人は便秘会お疲れ様です。ありがとうございます。こっちは2月初めの週末でいきなり風邪をひいちまいました。ーにりー。 実は土曜日にマッサージを受けた後にどうも風邪菌が体中を巡ってしまったのかも自分で父をマッサージするサーキーも <laughs> 風邪の時は自粛した方がいいよかっこ笑い、うん、とにかく風邪とインフルには気をつけて最後まで放送千葉りをどもどもといただきましたありがとうございます 無意識にチチマッサージする本当にさやるどこでもやるよね,ねどこでもやる <laughs> どこでもやるしあおっぱいであのスマホの画面拭くのめっちゃ癖 <laughs> めっちゃ癖 <laughs> 超癖やばいよな <laughs> さっきそろそろなおさんとえちょ気付いてはいるわけああやった後とに<う>気付く,くから分かるよくあるそれねよくあるさん<ー>やってしまったものは引き返せないというかやっぱよ <laughs> 一番出てるさ、うん、おっぱい、うん、近いわけよなんかわかる？確かにね吹くのが近いわけ、うん、なんか凹凸があるから吹きやすいもんねそう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 ,そう,そう、うん けどまあ一応分かってる直さんといけないのは分かってるんだけどね癖はねなかなかねやばいなきついよね直らないよねそうだよねやばいとは多少は思ってるんで <laughs> <laughs> 少なからず少なからずね、うん、思っているのでご勘弁を、うん、さあ一旦 CM 行きましょうかはいはい一旦 一旦 CM 行きまして皆様からのメール読んでいきたいと思いますメールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp オリジンアットマーク FMNAHA.jp となっております一旦 CM です、uh huh. mm hmm. uh huh. リップサービスでーすえ、森さん、今日も顔が大きいですね。いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前良い品たくさん並べたのか。あ、今日も滑り知らず。当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z と間違いなし。Z ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ。良い品をいつも安く、ビッグワン。 ビッグワンでの買い物楽しみだな、ええ、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほら、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう良い品をいつも安くビッグワン,グワン FM なは <laughs>

問題が漢字<ー>どうどうなって読んでたかっていうお悩みで振り子の打たれてたんじゃない？すず確かに読めないと思うけど。あそうだね考えてみたらどうしてたんだろうね。本当だ。うんえっ、ー、と続きいきましょうか。はい、えー。漢字読めなかったのねと。うん、えー、いつか企画で日びちゃんと対抗して漢字対決やってほしいな。じゃあでは放送ちばってね。じゃマジで書けんからな。 一応でも一応でも書けるのは書けるよ。うんうん。山とか川とか書ける海とかは書ける。書けるあのなんか二個以上になったら書けないあのそうだなんか隣になんかカタカナのイみたいなやつとなんかがある。ああはいはいはいはああいいですねえ外のギャラリー様私のお友達今日聞きに来てるんですけどもスズウェの質問ですはい九州は全部言える 九州？九州。何個？何個？ええ九州？九州。えっと待てよ待てよ。じゃああ沖縄沖縄。あまあまままま九州九州待てよ。じゃ一応は、うん、一応はちょっと答え調べトーク？うん九州その方がねわかりやすいからね。えー、待ってよ何県？ そもそも鈴、うん、何県とかっていうやつ5個ぐらいしか知らないんだよね <laughs> じゃあ九州わかる <laughs> ああはいはい九州は8個多い,いー鈴、知ってるのさ、そもそも5個しか知らないって県、県 <laughs> じゃあ知ってるのまずいってみその中で九州どれだと思うわ3個ぐらいしかないと思った九州はい、九州3個しかないな,ないと思ったまた沖縄、うん、北海道、うん、うん、うん、あと1個は え待ってよ九州では違うよね待ってよ間違えた間違えた九州で九州だよね九州沖縄北海道九州九州沖縄沖縄入るうんと香川香川香川違う四国違います香川違います香川うどん県ですよね違いますよ青森青森 あ、東国原知事がいるところ。はマンゴーが美味しいよ。マンゴーが美味しい。沖縄 <laughs> 美味しいけど、えー、東国原知事、沖縄で知事やってたか東京はもうわかんない。東国原っていう人、どこの出身かわかんないんだけど。名言<崎>がせんといかんっていう人。そうそうそう。宮崎の人ね。宮崎。へぇ、えー、宮崎九州宮崎九州でございますよ。恐ろしい。 じゃヒントからいこうかなヒント言って、もう全くわかんないですい豚骨ラーメンが美味しいところですああわかるー豚骨ラーメン,ン明太子とかねあ,あのー、あ、福山 <laughs> マサハルフク<く> <laughs> マサハル<く> <laughs> 福岡だ <laughs> 福岡だ <laughs> <laughs> 福岡そうです福岡、はい、こちら行きましょう 沖縄、福岡、ええー、原爆ドームとかあるところですね。修<え>学旅行とかね結構メジャーなところ。<っ>カステラ、カステラ。が美味しいところ。奈良県。奈良県カステラをしてたっけ。をしてないっけ。カステラをしてない。カステラをしてないよ奈良県は。ええー、じゃあ原爆ドームとかあとは。 うん何が有名ですかね修学旅行でもよく言うしい、ね、ちょっとあ、ちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽん有名ですちゃんぽんが有名かとっても有名だよちゃんぽん何々ちゃんぽんとかじゃないあ、そっか原爆ドームは長崎じゃないか資料,、ね、資料館か資料館資料館でしたね失礼いたしましたあええー、ぇちゃんぽんが美味しい ね、ちょっと待ってこれ全部言うってなったら明日なるよすごい <laughs> 岐阜岐阜 <laughs> え、でも岐阜わかってるってすごくないあ、そこをまず評価してほしいんだ <laughs>、うん、あの、なんか砂漠があるところだよね砂漠があるところは…え鳥取じゃないああ鳥取か鳥取砂丘のことだよねああもうかゆいあー、<laughs> 何に対してあるかゆい長崎です あ、長崎長長崎崎ちゃんぽんだあ、それだいやもう頑張ろうもうっああもういったい失礼いたしました長崎資料館も広島か失礼いたしました広島あれ長崎んでこんなイメージあるの広島ごめんごめんね広島は九州じゃないよあびっくりしたえじゃああお城が有名なところお城が有名お城お城 何々城っていうね。何々城とか言うよ。えー、九州の真ん中にあります。えー、ゆるキャラもいます。うん、守り城。しかわかんない。<laughs> えーっとね。あ、大阪？あ、何門がいるかな？あ、<何>熊門？うん。熊門。ってことは？熊？熊？熊？ <下>熊本。おお、正解。はあ<ー>。くまモンがいる。くまモン。そうそうそう、ほらほら。くまモンがいるよっていう。ああ。くま、くまって九州なんだ。ねえ、え読みましたね。ね<え>じゃ、あ最後。勉強になります。明日には忘れてると思いますけど。最後は。大分県でございます。え。<laughs> あれ。大分県。ご存じない。<laughs> <laughs> <に>ご存じないだと <laughs>。 大分県は、ご存知ですかご存知ではないです <laughs> 日本に大分県があるのは、ご存知ではあ、なんか土地名みたいな感じじゃないのえ、や、県ですよえぇ、ー、そうなんだですよそうですようんあの、大丈夫まだ長生きできるからそうだよねな学べることはたくさんありますよそうだよね,そう,だよねうんそう、うん、うん とりあえず北海道は九州じゃないってことは覚えとこうそうだねでも、うん、正直日本にはあんまり興味ないからアメリカとかおいおいあのコロンブスとか自分が九州全然わからんこと <laughs> 日本には興味ないお前すごいな <laughs> 場所はわかるからすごいなお前あのアラスカとか場所はわかるあのアラスカは上らへんあの地球儀に一回ハマってたからする あの印つけてたわけ、好きな国をあれっすか、<laughs> 上らそうそう、上らへんあの、お前がどこにいる場合だわ、それ朝、朝にならない朝、<ー>朝とか夜にならないはいはいはい,はい、はい、<laughs> あ,あ疲れたもう、もうしんどいんでもメール最後まで行きましょうねはいはい、えー、お疲れ様です。左からべっぴんさんべっぴんさん一人飛ばしてモンスタートンコチ中央の本体です <laughs> スーズがすごい月曜 スタジオ拝見いたしまして、なかなか綺麗で大城さんが浮いていましたね <laughs> 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 やかましいよ <laughs> <laughs> 私も英語で3点取りました今も英語は苦手だけど<ー>接客してたらたまに英語使うといけないいけないさねニコニコして知り得る単語を駆使して頑張るよ早くドラえもんの翻訳こんにゃくが普及せんかねんなんか翻訳メガホンとかイヤホンは開発されたらしいよやったねでは夜は鍋だよ、終わりわ<ー>といただきました メメガガンンはそうう開発されてるねメガホン何がどういう日本語でメガホン使ったら英語に翻訳されてえ自動的にあと中国も行けたんじゃないかなすごーいあ,あ,あ,あそうかそうか九州大分は言いました鹿児島ね鹿児島は九州ですね鹿児島鹿児島は分かる <うん S 2> 鹿児島は分かるうん一番近いですよ昨日とあったいや今日ははーズーが学べた月曜日でしたねねえほんとにはあしんどっしんどっ でもさ、一応さ、言っとけどみんなそう教えてくれても無駄だからねねぇ、ねね、なんでこんな人のやる気をそぐことを言う教えてくれてもみんな無駄だから教えないでいいよ <laughs> ありがとうでいいさありがとう頑張るねって一個一個覚えてくねっと頑張るねでいいさ頑張るね多分何十年もかかると思うけどまあまあいいよ、ゆっくりゆっくり覚えてくればいいよ覚えるとこ、ことに意味があるもんねじゃあ最後に今日いろんなこと学んだと思うけど、うん、一番これ、じゃあもう覚えたっていうのは、はい。 一番覚えた,ってれたこれはもう覚えて帰ったぞっていう,う覚えてかううう, <laughs> うううはうさぎそんなに1時間 <laughs> 1時間 <laughs> 1時間, <laughs> 1時間一生懸命教えたのに唯一覚えてんのがううはうさぎってことだけ、うん、みんなうさぎだようってあ<ー>頑張って謝れも嫌でーす <laughs> 謝ってお。謝りません。なんでこんな強いわ、お前。<laughs> ないよ、お前が、今のところ、勝ってるところ。<laughs> <laughs> はい、では、皆さん、また来週の月曜日、お会いしましょう。お相手は鈴川咲太のサーキート、さきと。すずと。あ、でしたー。<laughs> <laughs>